皆さんこんにちは、 EV ランドの上原です。熊崎です。今日は、8月に開催されるイベント参加試乗会についてお知らせをさせていただきます。さて、今回イベントアソモビ2回目ですよね。はい。アソモビ2回目、前回どこでしたっけ？前回はですね、埼玉スーパーアリーナで開催した去年の10月ですね、参加させていただきました。今回アソモビは開催地どこでしょうか？今回のアソモビ22開催地は千葉県の幕張メッセ。あ、ごめんなさい、そもそもアソモビってどういうイベントでしたっけ？アソモビはですね、遊びとモビリティのモビですね。例えば EV 車両だとかキャンピングカーだったり、いろんなこうカスタムされた車だったりバイクだったり、そういうのをですね、楽しむためのっていうような形でいろいろな企業が出展したりだとか、体験できるブースがあったりとか、まあ、そういったイベントですね。今回出展する EV ランドの目玉といったらやっぱり何ですか？目玉ですか？ええ、それはですね、 EV ランド最高傑作小型モビリティ、その名もジンバ。笑ってね。ジンマ。今回のアソモビに関してはジンマのハイエンドモデルと、スタンダードモデル、どちらもご用意させていただいて、 EV トゥクトゥクとリバーストライカー、この4車種で今の予定しております。おお、楽しみですね。楽しみですね。じゃあすいません、開催日あと時間ですね、それちょっと詳細教えてください。今回開催日程は8月6日土曜日の10時から午後6時までと、翌8月7日日曜日、こちら10時から午後5時までとなっております。なるほど。その気になる試乗なんですけど、試乗できますか？お持ちさせていただく全車種試乗可能です。アソモビさんとですね、今綿密に打ち合わせをしてですね、直接試乗コースを作っているので、まあ、ぜひねご試乗していただければと思います。イベントに参加する上で何か注意点とかあれば教えてください。今回のアソモビでの試乗会はアソモビへの入場が必要になります。チケットはですね、概要欄に載ってあるアソモビの公式サイトからお手続き可能で、前売り800円、当日1000円となっております。もちろん EV ランド のご試乗もできるんですけども、それ以外でもですね、ご家族で楽しめるいろんなブースがあったりとか、体験できる施設があるので、ふるってご参加ください。今回イベントで試乗も可能というところなんですけれども、普段から渋谷ショートベースでは試乗受け付けておりますので、弊社のホームページよりぜひぜひ試乗申し込みしていただければと思います。じゃあそんな感じでいいですかね？はいはい、はい。それ一番やばいやつ。